高校1年生一人入ってまして、先ほど紹介した、八戸県東高校演劇部の2年生の子が真ん中奥で。さて、続いてはですね、組前、歌舞伎の壇の浦しころ引きというのを待ってもらいます。鮫白金以外では旧南部藩領域の神楽では全て屋島となっています。源平の屋島の合戦、能、高若舞、浄瑠璃では壇の浦兜軍旗として語り伝えられていますが、神楽ではその中の一部、平の これ、過激用と美濃や国時のしころびきの場面を取り入れています。もともとは語り物でしたが、鮫神楽ではそれを激化した形で武士拍子、激しい立ち回りが演じられます。しころというのは兜の後方左右に垂れ下がって、首を保護するものです。40年ぐらい、神楽を見て、その壇の浦しころびきを見てますが、こんな激しいしころびきを見たのは僕は初めてです。感動します。連中の畑中君、そして、高校3年ですね、東高の演劇部の3年生中里君が参ります。ぜひご覧ください。壇の浦しころびき。
強かりけ。過激よ殿の腕の骨こそ強かりけ。今の見て分かったと思うんですけどね、まさにこれを引っ張っていくという、あの立てる方まだ座布団は待ってますから、どうぞ前の方へ来てください。先ほど僕申しましたようにね、何回かこの40年間、シクロ引きを見ましたけれども、これほど激しいシクロ引きは見たことがありませんでした。本当に若い人に頑張ってくれたなと思いました。